芸能界の奇跡、平野翔と神宮寺優太の絆が生んだ感動ストーリー。親友という存在は、私たちの人生において非常に貴重なものです。特に、芸能界という厳しい世界で互いに支え合う友情は、さらに特別な価値を持ちます。そんな特別な友情の一例として、平野翔さんと神宮寺優太さんの関係性が挙げられます。彼らの間には、 ただの友達以上の深い信頼と絆が存在しています。この絆がどのように形成され、どのように維持されているのかを探ることで、私たちもまた、自分自身の人間関係に対する新たな視点を得ることができるでしょう。平野翔さんと神宮寺優太さんの関係は、一緒に過ごす時間の長さと質から生まれるものです。彼らは仕事の合間に一緒に過ごすことが多く、その結果、 お互いの性格や価値観を深く理解するようになりました。翔さんは神宮寺さんを非常に信頼しており、その信頼は神宮寺さんの存在が翔さんにとって安心感をもたらすことからも明らかです。逆に、神宮寺さんも翔さんを大切に思い、彼のことをよく理解しています。このような相互の理解と信頼は、単なる友人関係を超えた深い絆を築く基盤となっています。 二人の関係が特別である理由の一つは、趣味や価値観の一致です。例えば、バイクや車への興味が共通しているため、これらの話題で盛り上がることができます。また、お互いに似たような笑いの壺を持っているため、一緒にいる時間が楽しく、リラックスできるのです。こうした共通点が多いことが、二人の間に自然な親しみと理解を生み出し、その結果として深い友情が育まれています。 さらに、翔さんと神宮寺さんの関係には、信頼と支え合いの精神が根付いています。翔さんは時折自信を失うことがありますが、その時には神宮寺さんが彼を支え、励ましています。神宮寺さん自身も、翔さんの存在により、困難な時期を乗り越える力を得ています。二人が互いに信頼し、支え合うことで、どんな困難にも立ち向かうことができる強さを持っています。 このような支え合いの関係は、特に芸能界という不安定な環境において非常に重要です。また、彼らの友情は単なる仕事上の関係にとどまらず、プライベートでも深い絆を築いています。休日には一緒に過ごすことが多く、その時間が二人の関係をさらに強固なものにしています。プライベートな時間を共有することで、お互いの人間性をより深く理解し、尊重することができるのです。 これにより、仕事の場面でもお互いを理解し、助け合うことができるのです。二人の友情の深さは、他のメンバーやファンからも認められており、多くの人々に感動を与えています。特に、ファンは彼らの関係性を通じて、真の友情とは何かを感じ取ることができるのです。賞賛と神宮寺さんの友情は、単なるエンターテインメントの一部ではなく、 人々に希望とインスピレーションを与えるものとなっています。彼らの関係を見て、多くの人が自分の友人関係について考え直し、より深い絆を築こうと努力するでしょう。二人の友情がこれほど強固である理由は、その根底にある互いへの尊敬と愛情です。翔さんは神宮寺さんを非常に尊敬しており、彼の存在が自分にとってどれだけ大切かを理解しています。逆に、 神宮寺さんも称賛を非常に大切に思い、彼のためにできることを常に考えています。このような互いへの深い愛情と尊敬が、二人の友情を支える大きな柱となっています。また、二人の友情は、他のメンバーや周囲の人々との関係にも良い影響を与えています。二人の強い絆を見て、他のメンバーもまた、互いを信頼し、支え合うことの重要性を感じています。 これにより、グループ全体の団結力が高まり、より良いパフォーマンスを提供することができるのです。二人の友情が、グループ全体の成功にもつながっていると言えるでしょう。さらに、翔さんと神宮寺さんの関係は、ファンにとっても特別なものです。彼らの友情を見て、多くのファンが感動し、彼らを応援することで自分自身も元気をもらっています。特に、 困難な時期においても二人の友情が揺るがないことを見て、ファンは自分たちもまた困難に立ち向かう力を得ることができるのです。二人の友情は単なるエンターテインメントを超えた人々にとっての希望とインスピレーションの源となっています。結局のところ、平野翔さんと神宮寺祐太さんの友情は非常に特別で貴重なものであり、多くの人々に感動を与えています。 彼らの間には深い信頼と尊敬、そして愛情が存在しており、それが彼らの友情を支えています。このような関係は単なる友人関係を超えた本当に特別なものであり、多くの人々に希望とインスピレーションを与え続けるでしょう。彼らの友情がこれからも続き、さらに強固なものとなることを願っています。そして私たちもまた彼らの関係から学び、 自分自身の人間関係をより深く、より豊かにしていくことができるでしょう。平野翔さんと神宮寺ゆ太さんの友情は、特に彼らのキャリアにおいても大きな影響を与えています。芸能界という厳しい環境において、互いに支え合うことで、数々の困難を乗り越えてきました。例えば、デビュー直後のプレッシャーや、メディアの注目、ファンからの期待など、 様々な試練に直面する中で、二人は互いの存在が大きな支えとなってきました。お互いに励まし合い、助け合うことで、どんな困難も乗り越えることができたのです。また、彼らの友情は、仕事の場面でも非常に重要な役割を果たしています。共にステージに立つとき、互いの存在が安心感を与え、最高のパフォーマンスを引き出す力となっています。賞賛は、 神宮寺さんがそばにいることで自信を持ってパフォーマンスを行うことができ、神宮寺さんもまた、翔さんの存在が自身のモチベーションとなっています。二人の強い絆がパフォーマンスの質を高める要因となっているのです。さらに、二人の友情は、ファンとの関係にも大きな影響を与えています。ファンは、彼らの間にある深い信頼と愛情を見て、彼らを一層応援するようになります。 ファンイベントや SNS での交流を通じて、彼らの友情のエピソードが共有されると、ファンはそのエピソードに感動し、自分自身の友情についても考えさせられます。彼らの関係が多くの人々にとってのインスピレーションとなり、ファンとの絆をさらに深める役割を果たしているのです。また、彼らの友情はメディアでも取り上げられることが多く、その影響力は非常に大きいです。 インタビューやドキュメンタリーなどで二人の関係性が語られると多くの視聴者がその絆に感動し彼らのファになることもありますメディアを通じて彼らの友情が広く伝わることでさらに多くの人々に希望と勇気を与えることができるのです二人の友情は単なる個人的な関係を超えて社会全体にポジティブな影響を与える力を持っていますまた彼らの友情は 将来に向けての大きな可能性を秘めています。これからも互いに支え合い、高め合うことで、さらに多くの成功を収めることができるでしょう。新しいプロジェクトや挑戦に取り組む際にも、二人の強い絆が大きな力となり、困難を乗り越える助けとなるでしょう。彼らの友情が、どのような未来を切り開いていくのか、非常に楽しみです。彼らの友情は、 私たちにとっても大きな教訓を与えてくれます。どんな困難に直面しても互いに信頼し支え合うことができればそれを乗り越えることができるということです。また真の友情は単なる利害関係を超えた深い理解と愛情に基づくものであるということも教えてくれます。私たちも彼らのような関係を築くことでより豊かで充実した人生を送ることができるでしょう。最後に 平野翔さんと神宮寺ゆうさんの友情は多くの人々に感動を与え続けています。彼らの深い信頼と絆が私たちにとっての希望とインスピレーションとなり困難に立ち向かう力を与えてくれます。彼らの友情がこれからも続きさらに強固なものとなることを心から願っています。そして私たちも彼らの関係から学び自分自身の人間関係をより深く より豊かにしていくことができるよう努力していきましょう。